地方、日本のエース、三笘と久保、ポジションかぶり。共存できない模様。久保はトップ下やろ。久保は、右もトップ下も、フォワードもできるぞ。かぶってるのが滝やろ。滝は、5つのポジションできるから大丈夫。それに加えて、鎌田と古橋も共存できない模様。古橋は代表じゃないし、鎌田はボランチできる。古橋が代表じゃないの、スコットランド人が不思議がってるぞ。三笘左に、久保トップ下で化学反応起きるで。久保は、中央のミッドフィルダーで、三笘はウィングやと思ってた。久保はもともと右だし、ソシエダでも左が多いが、たまに右、ゴラッソのバスケダービーでも右やぞ。代表の久保しか知らんのやけど、久保そんなええのか。ラリーが3位のチームでスタメン。アシスト数だけならメリーノが圧倒的なんやけど、ダビド・シルバと久保は数字にならないけど大活躍してる。彼らが下がった後のソシエダは、悪い意味で別物になる。久保のトップ下が一番良さそうやけど、堂安とどっちかはもうフォワードで使うしかない。香川本田の悲劇、再び。